ミハイル・ボロンツオフ、ミハイル・イラリオノビッチ・ボロンツオフ伯爵は、帝政ロシアの貴族、政治家、外交官、エリザベータ・ペトロブナ、ピョートル三世、エカテリーナ二世紀の宮廷で活躍し、ボロンツオフ家繁栄の基礎を築いた。14歳で、エリザベータ・ペトロブナ大皇女の宮廷で故障に、任命された。1741年12月6日、エリザベータは貴族たちに担がれ、 プレオブラジェンスキー連隊の武力を背景にクーデターを起こし、年少のイヴァン6世にとって代わり定位につく。ボロンツオフはクーデターで女帝を物質面で支援した。1742年1月3日、女帝の母方のいとこにあたるアンナスカブロンスカヤと結婚する。1744年には白爵位を授与され、副宰賞に任命される。この頃の宮廷の実力者として、 アレクセイ・ペトロビッチ・ベスト・ウージェフ・リューハクがいるが、ボロンツオフは、ベスト・ウージェフに対して、敵意を燃やし、同じく女帝の側近で G のアルマン・レストックと、共謀し、反ベスト・ウージェフ一派に参加した。反対派がベスト・ウージェフによって、打撃を受けた後も、ボロンツオフに対しては、その熟練した文章やボロンツオフ一族が、女帝に示した数々の贈答によって、 エリザベータの長愛が深かったため、宮廷からの追放を免れることができた。とはいえボロンツオフは、ベスト・ウジェフが大宰相として、宮廷の中心となっていた期間は、幾分失意の時を過ごさざるを得なかった。ベスト・ウジェフが失脚し、エリザベータ女帝によって、ボロンツオフは、公認の外相兼大宰相に就任する。英語版によると、ボロンツオフは、善意に満ち、 公正な人物であったが、政治家としては、非常に臆病で決断力に欠けていたとされる。一方で、アンディトロワイヤ、および池田リオ子の女帝、エカテリーナでは、ベスト・ウージェフやエカテリーナ二世を向こうに回す、ボロンツオフ一族の領袖、政略家として描写されている。ともあれ、エリザベータ女帝の指示を得、プロイセンに対しては、公然と敵意を剥き出しにし、オーストリア、 フランスと良好な関係を維持した。しかし、1762年1月5日、エリザベータ女帝が崩御し、ピョートル3世が即位すると、フリードリヒ大王に浸水する神帝に従い、ロシアはプロイセン包囲網から脱退する。ボロンツオフは、名のエリザベータ・ボロンツオフが、ピョートル3世の長期であることを背景に、さらにボロンツオフ一門の牽制を強めた。しかし、 頂点に達したかに見えたボロンツオフの県政も、皇后、エカテリーナ・アレクセーブナ大公妃が、エリザベータ女帝の潜みに習い、オルロフ4兄弟を中心とする、不平貴族や軍隊を動かし、クーデターを成功させたことによって和解した。1762年6月28日に即位した、エカテリーナ2世は、ピョートル3世を廃位した。ボロンツオフは、敗北を悟り、 標準の意を明らかにした。エカテリーナに生息因後も最小職に止まるが、名のリーザをめぐって、もともと心象が悪かった上、所管していた外交政策が、に聞いたパーニンハックの手に事実上移り、自ら引き際を悟ったボロンツオフは1763年に公職から退いた。ありがとうございます。